シュータ君、私たちは400万年以上も前からサイバトロンとデストロンに分かれ戦争をしているんだ。グランドさんたち、ヘッドマスターはマスター制で進化したんでしょ？そう、シュータ君たちヘッドマスタージュニアのメカもここで作られたんだよ。あ、そうだったよね。私はそれからホークたちと合流し、デストロンを追って地球に訪れ、プリテンダー能力を身につけたんだ。そして地球人の文明を陰で支えてくれたんだよね。しかしある時、デビル Z が G 星雲からゴッドマスターを盗んでやってきた。デビル Z はゴッドマスターにエネルギーを与えるため、地球の各地に落下させてから長い眠りについた。ゴッドマスターって最強戦士のトランステクターでしょ？そうだよ。そして現代、私の兄フォートレスがメガザラックを撃破した後のことだ。奴は死んではいなかった。ブラックザラックになったんだよね。しかしヘッドオンする前に蘇ったデビル Z に囚われ洗脳されてしまったんだ。哀れな奴だよ。まったく。より抜きの戦艦が Z 銀河系から月に向かっております。ねえねえ、デビル Z って何者だったの？宇宙の果てから来た超エネルギー生命体だ。Z が影の支配者になってブラッドたちを操っていたんだね。やつらはゴッドマスターと合体する人間をマスターブレスで選び出そうと企んだんだ。でも選ばれたのは人類たち、正しい心の人たちばかり。そうだ、デビル Z は一つだけ大きなミスを犯した。盗んだゴッドマスターとブレスの半分以上がサイバトロン製だったのを知らなかったんだ。デビル Z って案外間抜けなんだな。こうしてトランスフォーマーの新戦争はマスターフォース戦争、つまり人間の力を加えた壮大な戦いとなり、新しいサイバトロンとデストロンが地球で生まれたわけだ。グランドさん、わからないことがあるんだけど。なんだい、シュータ君。デビル Z はどうしてブラックザラックと合体したの？地球の全人類を抹殺するためさ。へえ。でも人間の力にはかなわなかったよね。そうだね。
人間こそ宇宙で最も尊い生き物だからね。超ロボット生命体の方が強くてかっこいいじゃない。人間もロボットも信じ合えば同じ命。うん、宇宙の仲間だ。みんなこそ元気で何よりだ。早速だがグランド、デストロン側に不穏な動きがあるというのは本当か？私はマスターブレスの研究をさらに推し進め、ボンバー計画を打ち立てた。ゴッドボンバーとマスターブレスに何か関係があったの？ゴッドボンバー自身にマスターブレスと同じ能力を持たせておいた。そうか、僕らや司令官の心がゴッドボンバーに伝わると何か命の力が湧いてくるみたいだったもん。我々と人類の力の結晶、それがゴッドボンバーに新しい生命を与えたんだ。まるで夢のような話だね。僕大感激。ああ、ところでシュータ君、君の夢を私に聞かせてくれないかね。うん、サッカーで体を鍛えて人類みたいに強くなること。キャブには負けないよ。それからフォークに勉強を習って父さんの後を継ぐんだ。きっと素晴らしい天文台を作るからね。フォークはいいやつだ。彼がいなければ地球は守りきれなかっただろう。トランスフォーム。夢は？私は初代司令官コンボイのような立派な戦士になることだ。あ、そうだ、なんでコンボイと人類がそっくりなの？最後に教えて、教えてよ。ああ、わかった。デビル Z が盗んだ中に新しいコンボイのトランステクターがあったんだ。それに人類がゴッドオンしてしまったというわけさ。本当はマスター製の勇者がコンテナと合体してスーパーコンボになるはずだったんだね。そうだ。しかし地球人の人類がゴッドオンしてくれたおかげで、サイバトロンは逆に何十倍ものパワーを得ることができた。まさしく人類は奇跡の英雄だよ。よく頑張ってくれた。ねえグランドさん、新総司令官スターセイバーを紹介してくれないかな。さあ見てくれ、デストロンの新破壊大帝デスザラスに挑むブレインマスターの勇者、最強戦士スターセイバーのトランスフォームを。やった、宇宙に平和が来る日まで頑張ろう。シュータ君、グランドさんもね。サイバトロン魂でアタックだ。デストロンなんか